さあ、そしてバッターボックスには高橋が入っています。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。まあ、ここは続きましたので、得点差を拾っておきたいですね。センターへ持っていった、伸びる、フェンスギリギリ、サードランナーがホームに帰っていきました。セカンドランナーも今ホームイン。ジャイアンツ追加点を挙げました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。
バッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。さあそして打席には丸が入っています。さあ丸が入りましたがチャンスが進みます。ここダメ押ししておきたいですよね。なるほど、そうですね。左中間へ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ、しっかりとライトのアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。バウンドになります。打ちました、取った、これで3アウト。バッターボックスは4番シエド。ここはまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えていきたいですね。打ちました、セカンド。ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうです。これは